2023年、9月1日、広島瀬戸内新聞です、でございます、週刊広島瀬戸内新聞ですでございます。本当に、今年はね、やはり、この労働者がね、立ち上がった夏であるということは一つのね、特徴ではないかなと思います。まあ言ってみればね、労働者ね、虐待政治からね、歴史の転換点のね、夏になるのではないかというふうに思います。まあ1994年のね、日経連がね、新時代の日本的経営という方針を出してからね、非正規雇用がね、激増してね、まあ労働者の実質的賃金、四半世紀以上ほとんど上がらないという異常事態。まあこれはね、世界的に見てももうね、日本以外ではね、もうシリアとかリビアとかね、ソマリアとかでしかね、見れない現象ですよ。ね。本当ね、日本だけ給料上がらない異常な状況。そこからね、やっぱりその、歴史的に、まあね、転換がね、なるんじゃないかというのをね、感じたね、夏でありました。最後の1週間もそうであります。そごう・西武労働組合がね、ストライキ。まあ、売却はね、完了してしまいました。まあ、しかしね、一石は投じだと思うんです。ね。経営者がね、やりたい放題することに対してね、ガツンとね、反撃をすると。ね、それも憲法に基づいたね、28条に基づいた、権利を生かしてやる。ね。これほどすごいことはないわけですよ。ね。で、まあね、本当そういうことですよ。うん、はい。やっぱりぜひね、やっぱりね、ストライキっていうものをね、教科書の中でしかね、知らない人もね、若い人だけじゃなくて、年配の人でももうね、もうそういう人が増えてきてる中でね、もう一度ね、やっぱりやっていく。ね、やっぱり労働者ね、虐待政治、これ以上続けていったらね、逆に言うと日本全体がね、ダメになっていく。このこともやっぱりね、しっかりね、考えていかないかんと思います。まあ特にね、その中でも非正規公務員の問題、これ一つね、深刻な問題の一つですよね。まあハラスメントをね、受けた人がね、7割いらっしゃる。で、そのうち5割がね、退職を考えたっていう状況があります。今ね、いろんなね、非正規公務員のね、運動盛んになってます。まあ労働組合もある、ハムネットさんでもね、大規模なね、大々的な市民団体もありますけれどもね、もう一つね、当事者の団体でね、名前を明かさずに、顔を出さずにね、活動するというね、ことに徹してるね、ボイスエズというね、ところがありましてね、そこはね、アンケートをね、やったりしてます。まあ、こういうやり方も一つだと思います。ほんとね、非正規公務員って弱い立場ですよ。ね。民間のね、労働規約法もね、適用されない。そして、非正規公務員に対してやってるね、保護してるね、公務員法も適用されない。ね、法律の谷間。非常に弱い。そしてね、正規公務員のね、覚えがね、見えたくなくなったらね、すぐ首にされてしまうというね、弱みがある。まあそういう状況の中ね、やっぱりね、ぜひね、やっぱりそういうやり方のね、団体というのもね、本当あっていいと思うしね。で、今後ね、9月7日ね、森下香菜さんのね、公務災害認定をね、求める控訴審判決。一審は不当判決でしたけれどもね、9月7日、来週、判決が、出ます。いい判決は出るようにと思います。なかなかね、今までね、非正規公務員のね、公務災害、これね、請求権さえ、ね、なかったっていう時代があるんですよ。うん。それをね、まあ、ひっくり返したと。請求権がね、もらえるようにしたっていう意味でね、森下さんの事例っていうのは良かったんだけど、だから裁判に持ち込んだらね、結局、却下されたっていうものがある。やっぱこれはね、やっぱりね、ぜひね、あれですね。まあ、精神ね、疾患のね、やっぱりやっぱり労災認定ってなかなかね、難しいところがね、あってね、後ろ河内真紀先生、これは民間のね、私立学校のね、先生のね、事件ではね、これはね、やっぱり不当判決でしたからね。だからそういう意味も含む、とね、両方の意味でも非常に、注目していかなきゃいけない、あれだと思います。そして学校の先生、現場の先生の声がね、反映されないと。いう批判がね、ありました。でもやっぱりね、やっぱりそうなんですよ。やっぱりちゃんとね、学校の先生をね、増やすってことをね、しないとね、
それから仕事を減らすってこと、両方しっかりしていかないとね、まあ中教審でもね、一定程度はね、やってんだけど、やっぱりね、不十分ということですよね。それから福山市ね、潜在保育士に最大40万円を支給するということでね、まあ保育士不足解消へね、思い切ったことをやってきました。まあただね、この保育士っていうのもまたね、労働者虐待政治、特に小泉政権時代のね、非常に犠牲になった部分がね、ありますよね。まあ、それからね、まあ、汚染処理水とね、まあ、中国側はね、過剰な抗議行動、これも事実ではあるんですよ。ただね、やっぱりね、非常にね、やっぱり、その、本来ね、問題ね、根本的な問題はやっぱりね、ね、処理汚染水のね、問題ね、そしてね、やっぱりその、あれですよね、根本的にはやっぱりね、そこですよ、やっぱりね。しっかりね、やっていかないとね、いかんというところですよね。なんていうかな、汚染水ね、だから、トリチウムだけは問題じゃなくて、いろんな各種がある。そしてね、今はね、すぐには被害は出なくてもね、じゃあ何年もね、あるいはね、下手したら30年以上、だらだらと垂れ流していったらね、結局どんどん蓄積していく。ね、核種の中に、放射性物質の中に半減値100年というものもある。そういうもののところにね、じゃあどんどんね、長期間にわたって。だからデブリが取り除かれない状況っていうのは、ね、続くと思うんですよ。はっきり言っちゃうと。ね、今のやり方でやってたらね、もうデブリに触れたね、水がどんどん発生する。その状況ね、じゃあ止めていくって展望はない限りね、じゃあ処理汚染水をね、放出、ダラダラで、ダラダラに放出していくってね、ことになればね、うん。結局ね、あれですよね。まあ、しっかりね、やっぱり見直しをね、していくと、いうことがね、大事なんじゃないの、というふうに思いますけどね。まあ、中国はね、過剰な抗議行動ですよ。まあ、過剰というかね、ね、関係ないところにね、電話するとか、それはね、過剰なあれですけどもね、やっぱり、大股はね、やっぱりその、結局ね、今のね、廃炉のあり方、自体がね、見直されないといかんのじゃないかなと思いますけどね。だからこれはね、きっかけにやっぱりね、政権の求心力を高めるなんてことはね、思ってのほかですよ。そんなことに悪用するんじゃなくてね、ってことだけどね、やっぱり自分がね、辞めた後はね、どうでもいいみたいにね、これ思っちゃってるのかなとね、岸田さんもね、そういうふうにね、言わざるを得ない、ね、そういう状況がね、あるというのがね、これまたね、事実で、残念ながらね、事実ではありますけどね、まあしかしね、あれですよね、ということで、またね、そう。それでですね、また、あれなんですけどもね、そう。それからね、また、ね、まあ、そういうことですよね。まあ、結局、岸田総理ね、非常に、無責任もね、極まりないですよ。本当ね、極まりない。ね、で、まあ、紙の席の問題も含めてね、あまりにもね、無責任極まりないと思います。まあ、本当ね、総理やね、国民をね、舐め切って、ひいて広島県民を舐め切って、という状況がね、あると思います。これに対してね、まあ、9月11日ね、月曜日ね、ちょっとね、ガツンとね、総理の事務所はね、申し出ようにしてやろうというふうにね、思っておりますけどもね。そしてですね、まあね、広島市政ね、ほんと後味悪いね、中央図書館問題、ね、中央図書館への、ね、入れ替えがね、いよいよ進みます。福山広島駅前店がね、31日で営業終了ね。結局第三セクターの中順、市が穴埋めする形になっちゃいました。それからサッカースタジアムもね、まあ無事完成ということになりましたけど、まあこれもね、結構20年ぐらいこねくれ回してたわけですよね。瞑想してたわけですよ。ここまでの瞑想必要なかったと思う。ね。住民投票でね、決めるとかね、早くしといた方が良かったんじゃないのかなと思うけどね、これもね。
なんだかね、そういうね、住民にね、で、まあ、今日ね、住民主体じゃなくてね、偉い人たちだけでね、話し合ってこねくり回して結論出さないで、今まで来るって、こういうやり方ね、広島のやり方は、ね、まあ、良くない。ね。やっぱり、大事なことね、もう決まらないようなことも住民投票で決めると。うん。庶民の手にね、政治を取り戻す。広島庶民革命。その先頭にね、広島瀬戸内チームが立ってまいります。そして広島県政、湯崎知事のね、暴走も止まりません。まあ、新病院のね、土地買収用のね、債務負担行為なんかもね、9月以下に提案されますけどもね、どうなんやって話ですよね。もう、唐突にね、やっぱり、住民とかのね、これ、なしでね、説明もなしね、やっていくって、これがね、問題ですよ。それからね、平川教育長、これでね、幕吹きがね、許されないというところ。住民訴訟ね、第1回裁判、ね、がね、始まりました。ね、ほんとね、湯崎知事がね、県民舐め腐ってると思います。本来ね、もう首にすべき人をね、首にしない。ね、これ湯崎知事ですよ、問題は。はっきり言うと。ね。で、やっぱり、県がね、教育庁に金を使い込まれてね、被害に遭ってるのにね、なんて、ね、あれでしょ、そういう話ですよね。県がね、平川教育長をね、かばってるのかって。読むのは、これが一番問題だと思いますよ。それからね、県政ではね、子供たちのアンケートね、親の離婚の有無なんか取って、物議も醸しましたしね、まあ、小学生にね、こういうこと聞くんっていうのはどうなのかって思いますよ、アンケートでね。うん、それから、尾道市長はね、謝罪ですよね。またね、これもね、もう古臭いね、あれですよね。もう、ね、アホかって話ですよ。ね。うん。ね。出産ね、したばっかりのね、妻がね、じゃあ、しんどくて家事ができないのは当たり前じゃないの。ね。それをね、家事をやってくれなかったことが嫌だったとかいうね、夫側の、アンケートの回答、それをまたね、妊婦に配るとか、もうね、ほんと何やこれって話ですよね。うん、何億じゃないよね、うん。どうなったんやって話ですよ。うん、まあね、湯崎知事ね、イクメンとかでね、もてはやされた時代もありましたけどね、県内の意識啓発っていうのはね、全然ね、進んでないというところじゃないかなと思うけどね。それで参拝問題、ね、未だに、ね、知事は動きませんね。ほんとね。はい。それから DV 性暴力ね。まあ、ジャニー北川さんのね、北川氏の性加害も認めるね。外部調査ね。もうジャニーズ事務所ね、これ廃止でいいんじゃないのって思うけどね。うん、ね。まあ、こういうことをやらかしたね、企業の存続を認めないと。うん。そういうこともね、これから日本で必要じゃないのかなと思いますけど、どうでしょうね。それからエネルギー政策ね。まあまあね、それは燃料高騰に対して、ね、補助金をね、拡充すると。10月以降もね、しますというのはいいんだけどね。まあ、トリガー条項発動しないってどうなのって話ですよ。ね。補助金ってさ、それでね、結局石油会社とかね、あるいは電力会社も実は儲かっちゃってるんですよね。そしてちゃんと減税にした方がいいんじゃないのって話ですよ。うん、やっぱね、企業がね、儲かる話の方にね、行っちゃうっていうのはね、あれだろうな。うん、企業って大企業がね、儲かる話ばっかりで、ね、そういうね。まあ、それからね、野村農林水産大臣。汚染水って言っただけでね、まあ、謝罪撤回。まあ、これも異常ですよね。うん、まあ、さっき言ったようにね、まあ、中国は過剰な抗議行動もありますけどね。でも結局ね、まあ、だからといってね、じゃあ、ね、無責任な対応をね、総理がして、日本側していいかって、そうじゃないですよね。うん、まあ、ちゃんとね、まあ、放出するにのはね、私反対だけど、やっぱりね、根回しもね、してなかったってことなんですよね。うん、でもそのことをやっぱりね、結局野村農水大臣ね、想定外とか言ってね、暴露しちゃったってところがね、やっぱり激励にね、増えたのかなと思いますけどね。総理がね、あね、ここの野郎って本当のこと言いやがったっていうところでしょう。ね、それから上関の問題ね、もう自称通貫貯蔵施設ですよね。もうね、もう勉強会開かれましたね、先週ね。ね、ぜひね、本当ね、まあ、ほんとね、上関にね、押し付けるのはね、ダメですよね。やっぱりね、電力会社。そしてね、やっぱり電力会社にね、
やっぱり原発を推進するという形で責任を負うべきは国ですよ。国がちゃんとね、その核のゴミの処理含めたね、原発廃炉、これを道筋を示していく。そしてね、じゃあ GX で、自称 GX じゃなくてね、蓄電池スマートグリッド、これやっていく。ね、ある人に、ちょっと親しい方で、エネルギーに詳しい方に、5000億円でできるっていうんですよ、こういうこと。ね。だったらその予算でやればいいじゃないのってことですね。それからで防災ね、関東大震災100年、9月1日そうでした。ね。ほんとね、連発型の地震だったんですよ、関東大震災ってね。それは一つね、やっぱ熊本地震で注目されましたけどね、大きいのが連発って。関東大震災もそうだったってこと。ね。やっぱり、そしてね、朝鮮人虐殺。そして日本人もね、殺された福田村事件。日本人が殺されたんですね。まあでも、どっちでも殺しちゃダメですよね。朝鮮人であろうが日本人であろうが。なんでこんなことになっちゃったか。集団心理暴走ね。この問題ですよね。うん。それで、それね、やっぱり東京都知事なんか反省がないと。ね。弔辞を送るのやめている。これも問題ですよね。そしてカープ。タイガースね、一時期猛追して、4連勝で猛追してね、5ゲームまで追い詰めたんだけど、またね、2連敗でね、6.5 で、ね、失速しちゃいましたよね。まあ、ね、金曜日ね、今日ね、中日ドラゴンズにね、本当ね、負けたっていうのは情けないね。立浪監督ね、どうかと思うよ、中日の。むちゃくちゃですよね。なんか米を食うなとか言ったのかな。まあそういうね、むちゃくちゃな監督、ね、もう失礼ながらね、むちゃくちゃな監督を、ね、で、低迷するチームにね、これ負けちゃうっていうのはね、やっぱり優勝するチームのね、戦い方じゃないなとは思いますけどね。そしてね、今後の予定、明日ね、9月、もう明日になっちゃいましたね。9月3日日曜日、12時から14時、ね、授業部でね、子供食と、キッズ案を行います。ね、大人でもね、300円で飯が食えますので、ね、ぜひね、お立ち寄りください。そして9月9日、15時から17時半、シャロンにてね、俺の中のね、ライオン講演会、行いますんでね、ぜひね、ですね、で、2500円っていうのは高めですけどね、クリアファイルはもちろんね、お茶菓子付きですんでね、最近ね、半藤先生のね、講演会でね、広島周辺では少ないんでね、またとない機会です。ぜひこの機会でね、よろしくお願いいたします。それからね、汚染処理水の問題で、ね、岸田事務所申し入れ、11日。そして14日はね、これ私と所属朗読前の執行委員会になります。そして山本太郎来校、18日火曜日と。まあこういうふうにね、非常にね、また、大変ね、慌ただしいね、予定がね、来週、今週ね、続いていきますんでね。あれなんですけどね、まあ本当ね、一つはね、労働者虐待政治から反転して、労働者反撃していくって、これ転換点なんです。そしてね、またね、知事やね、総理に、舐められて広島県民になるということはね、非常に決定的に大事だ。ですね。それからカープはね、要はね、追い上げましたよ。今年はね、なかなかね、難しいんじゃないのかな、というところですけどね。まあでも頑張ってほしいです。でもね、怪我人がね、たくさん出し、がね、あんまり出ないようにしてね。やっぱり、クライマックスシリーズでね、接続してね、いうところの方を狙った方がいいのかなと思ったね。まあ、というわけですけどね。まあ、また、ね、ということでね。まあ、こっちのと日付も変わっちゃいましたけどもね。またね、今週というかな、次の週というかな、来週というかな、もうね、どこかね、皆さん、お会いいたしましょう。まあ、明日ね、子供食堂の方ね、非常にやっぱりね、大人でも300円とね、お得ですんで、ぜひね、お立ち寄りください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。失礼いたします。